春ですね。うん。もうん、まあもうすっかり春らしくなりましてですね。今日はもう本当にね、皆様と春を、まあ、満喫しようじゃないかというところでございましたいや、たまたまですよ。冬になる、冬というかも夜になると、それでもですね、結構冷え込むじゃないですか。だからこそと思ってですね、上は少し厚めの、こうなんかあの、何ですかね、こうナイロン素材のこう、ね、うっすら、こうダウンが入ったみたいなものを、羽織りますけども、一枚。 まあそうすると中何着ようかなって皆さんも本当にこの時期難しいですよね。となると、まあ T シャツとか、まあシャツとか、まあ薄手のものになるかと思うんですけども、まあたまたまそれが僕はタンクトップだっただけなんですけども、<laughs> まあそのタンクトップになっただけで、まあ失笑みたいなのが大きい。<laughs> 何なんだろうなと。何が問題なんですか筋肉ですか筋肉のことをおっしゃってるんですか <laughs> 違いますよ。 みんな言えば乳首とかほくろと一緒だからね。そんなもん筋肉のことどうのこうの言われても、ね。何なのそれ。これさ、ね、脱ぎ着できればさ、それ言われて、その柄はないよとか、その色はないよって言われて、あ、そうなのと。じゃあ明日からこれ変えてみるわって言えるけど、もう筋肉だから。失礼な話だなと。 まあね、これから、まあ,あ、る先、まあ、花粉のね、時期でもございますからですね、外へランニングされる方は、マックス、マスクなどね、していただいて、逆にそれでこうね、心肺機能の強化、なんてもですね、できるかと思いますし、まあ、やっぱりこう、暖かくなってきますから、飲みやすいプロテイン。<laughs> うん。やはり、こう、スポーツドリンク感覚で飲める、まあ、ええー、プロテインなんかもですね、ありますし、自分に合ったプロテイン。<laughs> うん、自分がどういう風うな形で、どのシーンで、どんな風に使いたいのかってサプリメント、もしくはプロテイン。そちらをですね、セレクトしていただいて、ね、今年の筋肉ライフ、皆さんと一緒にやって楽しんでいきたいというような。